ちあみ3位のマーマレイドさあ始まりました。新番組菊地亜美3位のマーマレイドよ。はい、この番組はですね、今私が妊娠8ヶ月で、孫位ちゃんが1歳のお子さんをお持ちの先輩ママということで、まあ、私みたいにこれからお子さんが生まれるよっていうプレママリスナーさんや、お子さんをお持ちの先輩ママリスナーさんと様々な知識を共有したり、井戸端会議のようなトークをしていこうというママのママによるママのためのマーマレーディオとなっております。いーちゃんよろしくお願いします。そしたらまずちょっと私から自己紹介をさせていただきますね。はい、はい、菊地亜美29歳です。今年30歳なので、イーちゃんの1個下ですかね、うん、私は。そうですよね。で今、妊娠8ヶ月になって、まあ、初産なので本当にわからないことたくさんあって、今日私すごい楽しみにしてたんですよなんかいろいろ聞きたいなと思って、やっぱ雑誌とかでは、こう雑誌とかネットとかでは情報を得られるじゃないですか、ね、この時期ちょっとそういう教室とかも多分結構中止になったりしてるっていうメッセージも結構いただくから、ね、そうなんですよ。一回も行ってなくて、ちょっとね不安なので、今日私もあの皆さんねと一緒にいろいろ聞けたらなと思ってます、うん、はい、よろしくお願いします。私も自己紹介させてもらいます。孫位と申します。はい、中国出身で5歳から日本に住んでいます。年齢は今30で、うん、今年31なので、ちょうど多分アミちゃんと同じぐらいのタイミングで子供を産んだのかな、うん、あ、ちょうどね1歳なので、で今1歳2ヶ月の男の子のママをしています。よろしくお願いします。お願いします。この番組はですね、レプロ公式 YouTube チャンネルや Spotify、Podcast などで配信するインターネットラジオです。水曜午前11時からのレプロエンターテインメント公式 YouTube チャンネルでのプレミア放送では、いち早く番組をお聞きいただけます。ママリスナーの皆さんはお忙しいと思いますが、ぜひ家事をしながらだったり、私たちとママ友になった感覚でお聞きいただけると嬉しいです。はい、うんうん、いや本当にさっきも言ったんですけど、うん、あの母親学級とか、うん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 、両親学級で一回も行けてなくて、そうなんです。だから本当になんか不安で、オンラインとかでもないのかな。ちょっとあの来週あたりからやろうとは言ってるんですけど、うん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 、なんかこう私のこうなんだろう、あの、うんうん、想像してたのは旦那さんと一緒に行って、なんか旦那さんがあの私と同じお腹の大きさのなんかベルトみたいのつけて戯れるみたいなイメージだったんですよ。え、やりました。あの平日だったの、産院が主催してる、うん、そういう母親パパママ、はいはいはい、平日だったのと、うんうん、あとかなり予約が混み合ってて、予約しようと思った時にはパパさんが参加できるのはもう締め切ってて、あと区がやってるのは平日だったから行けなくて、そっか、私一人で参加するのには行ったんだけど、でその旦那さんがあの大きなお腹の重りをつけてるやつはやらなかったかな、はいはい、うん、あでも母親だけが行くっていうのももうかなり重要ですもんね。 ね、それがないと、うちのあのおむつの取り付け方だったりとか、うんうん、なんか付け方だったりとかは、うん、なんかなんとなくイメージはあるけど、やっぱり、うん、あの学びたかったから、結構やっぱりここに行けないっていうのは大変なのろうなと思って。そうなんですよ。なんか今まで私、うん、イーちゃんと結構昔からまあ、もちろん同じ事務所だから顔見知りではあったじゃないですか、うんうん、でも一緒にお仕事する機会とかってあんまりないかったですよね。トークショーみたいなものを新潟かどっかでやった、なんかショッピングモールのトークショーを一緒にやったのは覚えてる。え、嘘すっごい前、もう8年9年ぐらい前かもしれない。新潟の、そんな前か。新潟のなんか109的なところで、そうでしたっけ。一緒に話したかな。一緒に話してないかも。もしかしたらその、あの第1部、第2部みたいな感じだったっけ。あ、なるほど、なるほど。なんか結構こう話し合ったりっていうのはないですもんね。やっぱり、あの、私も
アミちゃんの妊娠奮、うんうん、妊婦さん奮闘期をちょっと楽しみにしてる身としては、うん、いろいろセキララな話聞けるのもすごい。いや私の方が聞きたいですよ本当に。一歳しか先輩してないからまだね。いやちょっとね、多分今の私の状況と、はい、イーちゃんの子育ての状況って、うん、多分全然違うと思うんですけど、うん、本当に同じ境遇の方っていっぱいいると思うんですよ、うんうんうん、だから私もイーちゃんの話聞きたいけど、うん、ちょっとこう根掘り葉掘り、うんうん、いろいろインスタとかで出してない部分出してくださいね。もやっぱりインスタグラムでは弱みだったり悩みを、はい、まあ、出しにくい、なんかね、心があるから。そうですよね。こういうところでなんかハッピーに行きたいですよね。そんなことはたくさんあるんだけど、うん、そこをこう発信しすぎてしまうと、うんうん、その子育てにネガティブなイメージを持たれてしまうんじゃないかとか思ってたんだけど、うん、やっぱり今回この企画でなんか質問ありますかっていうのを解説したときにすごい多かったのが、うんうん、なんかイライラしますかとか、そのあイライラすることありますみたいなメッセージがすごい多くて、やっぱりみんなそういうところを子育てか聞きにくかったりとか愚痴とかを聞きなくなる場所がないんだろうなって思って、うんうん、ぜひこのね、うん、私たちのマーマレディオでは愚痴だったり、はい、ちょっとね、そうですね、不安なことを吐き出せる場にできたらいいなと思っています。うんうんうん、はい、じゃあセキララに行きましょう。はい、お願いします。よろしくお願いします。それではですね、さっきも言ったんですけど、はい、今回初回なので私たちのインスタグラムのアカウントでこう質問とかメッセージを、はい、募集したのでそれを紹介していきたいと思います。はいはい、それではじゃあ私からいきますね。はい、9月出産予定ですが、コロナの影響で、立ち会いや面会ができるのかどうか不安です。一、うん、人だとどうしたらいいですか、うん、って来てるんですけど、もう本当に私も同じ悩みで、うん、8月出産予定なんですけど、うん、このコロナのことがある前は、うん、旦那さんも仕事あるし、うん、毎日は来なくて大丈夫だよとか、うん、なんかすごい余裕ぶって言ってたんですよ。うんうんうん、お母さん、うち北海道出身なんですけど、うん、お母さんとかも陣痛来て生まれたらまあゆっくり来てね、うん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 、みたいな感じで言ってたんですけど、このなんか立ち会いできない、うんうんうん、面会不可って言われるとすごいいきなり不安になっちゃって、うんうん、そう1週間も病院で一人でいるの辛いなって、うんうん、ねえ、だからこれはもう一緒なんで、みんな同じでもやっぱり再会はできないのかな。なんかちょくちょくインスタグラムでなんか立ち会い再会できましたみたいなのも言ってるんだけど、ありますよね。まだ大体はまだ禁止のところが多いのかな。私のところはまだ禁止で、うん、でこのまま収まってくれれば多分大丈夫だと思うんですけど、うんうんうん、なんかわかんないですよね。ねえ、これはちょっとまあ一緒にもう本当にああこんな時期かって思う時も私あったんですけど、なんかオリンピックベイビーとか言ってたんですよ、うんうん、でもオリンピックもう延期になってそうだからもう逆に子供がこう元気に生まれてきてくれて、その時にあなたが生まれた時はすごい年だったんだよって言えるようにもうポジティブに考えるしかないですね、うんうん、これは。はい、一緒に頑張りましょう。はい、そしてもう一つ、同じくプレママです。妊娠初期で不安で仕方がないんですけどどうしたらいいですか。これも私もすごくあって、うんうん、なんかこの仕事してるからやっぱりこう安定期に入ったら報告というかしなきゃいけないじゃないですか、うんうん、それもすっごい不安で、うん、もう本当は妊娠10ヶ月ぐらいまでしたくないぐらい不安だったんですよ、うんうんうん、なんかこう今だったら胎動とか感じられるからまだいいんですけど、うん、最初は全然わからないし、うんうん、なんかちゃんと息してるかで生きてるかなって思って、うん、エンジェルサウンズっていうなんか心音聞けるやつも買って毎日聞いてたんですけど、うんうん、本当にこの初期の不安って私だけじゃなくて同じような
なんかインスタのコメントとかも結構来てたんで、一緒なんだなと思って。ねえ、ありました？すごい不安で、で姉は、双子の姉がいるんだけど、双子の姉が、はい、体質的に結構何度か流産を繰り返してるのも、そばで見たり、いろいろ情報を知ってたから、そのなんかこう、まあ、不安もありつつ、もちろんアドバイスももらったりして、で、つわりがあったんだけど、なんか、座りが軽くなると、逆にそれもまた不安というか、みたいな。めっちゃわかります。ちょっと楽な日とかは、え、これ大丈夫、生きてる？と思って、結構病院に問い合わせちゃったりとかして。もうそうですよね、もう一緒です、本当に一緒です。そのやっぱり、まあ、1ヶ月に1回とか、まあ、行けても2週間に1回とかの、その毎日毎日が長くて、トツキ10日っていうアプリで、その子供の成長をこうアプリ、午前0時になって、はい、1日こう日付が変わって、今日は何週何日ですみたいに切り替わる日がもう待ち遠しくて、もうみんな一緒ですね、本当に。やっと何週になった、何週になったって、そのカウントダウンがもう楽しみであり、その午前、その午前0時に切り替わる、切り替わって画面が切り替わる瞬間が、ちょっと一つのなんかホッとできる、なんか安定剤的な感じで、でもやっぱみんな不安なね気持ちは。そうですよね。一緒だけど、もうそこはもう子どもの生命力を信じて、できる万全な、あのことはするしかないから、そうですね。もうこれはもう、みんな一緒なので一緒に乗り越えましょうって感じですね。はい。じゃあ、はい、じゃあ、イーちゃんの方に来てたお便り、はい、インスタグラムで募集させてもらって、私は主にまあ質問が多かったんですけど。一番質問が多かったのが、はい、意外とその一日の息子くんとのルーティーンを知りたいですっていうのがかなりあって、あ、でも私も知りたい、だって仕事しながら、そうだね、だし結構、まあ、ママ友がいる方とかはこう聞けるタイミングの質問だけど、やっぱりこう、まだ保育園とか通ってない、その主に育児を専門にしてるママさんからしたら、やっぱ他人がどういう生活してるかを知れるきっかけがあんまり多分なくて、これで知るのかな、そうですよね、不安が結構多い。私もまあ実際そうだったんですけど、で今の、今1歳2ヶ月の息子とのルーティンは、まあ、仕事してる日としてない日で結構変わるけど、仕事がお休みの日は、今はもう朝6時に起きるんですね、息子が。早い！ぐらいに起きて、でうちの場合はもうこのおうち時間の中で結構その夫婦の役割分担がある程度こういい流れで決まって、今朝息子が起きてから朝ごはん、はいはい、朝のお着替えとかは全部パパ担当に、すごいやってくれるんですね。ルーティンをなんかなんとなくの流れで作って、朝その息子と遊ぶ担当もパパ担当にして、で私はまあ8時ぐらいにバトンタッチして、お休みの日は朝、まあ、公園行ったりとか、まあ、天気がいい日が最近だったらプール出して、こう体を使って遊ばせることをして体力を消耗させて、で11時ぐらいにお昼ご飯を食べさせて、まあ、12時から1時ぐらいからお昼寝をさせて、でうちの子は割と寝るタイプで 2,3 時間寝てくれて、寝てる間に、まあ、離乳食作りのストックを作ったりだったり、まあ、家事をやったりちょっと一息ついたりして、夕方に起きたらまたお家の中でできる遊びをして、5時半とか、まあ、6時前にはまた夕ご飯を食べさせて、でその流れでお風呂もこのおうち時間の中ではパパ担当になったから、へー、ご飯でも口周りとかすごい汚れちゃうから、そのままご飯、はいはい、後にお風呂入れさせて、まあ、7時ぐらいからまたちょっとお家で、あのコミュニケーション取って、で8時には就寝、で今はもう卒ミルクもしたから朝の6時まではずっとこうぶっ通して寝てくれる感じになりました。
8時にイーちゃんも就寝ですか？私は朝ちょっとパパ担当で任せてるから、私はその寝かしつけた後に残りの家事をしたり、はいはい、まあ、仕事のなんかちょっとメールチェックとか返信したりとか、自分のおうち時間、なるほど、自分のおうち時間のお一人様時間に使って、うんうん、私は割と11時とか12時まで起きちゃうんですけど、パパはもう朝6時で起きなきゃいけないから、うんうん、割ともう10時ぐらいには、うん、はい、おやすみみたいな感じで寝て、でも いい分担ですね、すごく。おうち時間前は割とワンオペだったの、うん、主人の結構遅くて、はいはい、帰ってくる頃にはもう9時とかで寝てるから、うんうん、お風呂とかも全部自分で寝てたんだけど、うん、なんでこのおうち時間が割といい、その家族時間にもなって、まあ、ポジティブに捉えていいルーティンができたんだけど、これがね、だんだんやっぱり出勤するように今後多分なってくから、もうどうしよう、うんうん、これになっちゃった。そっか。でも息子さんもちゃんと寝てくれるんですか、夜？卒乳とか卒ミルクする前は夜中結構頻繁に起きちゃって、はい、2、3回とかは、うんうん、それで先輩皆さんとかにインスタグラムのメッセージから、はい、やっぱ卒ミルクしたらまとまって寝てくれますよっていう風に教えてもらって、でちょっとパパと、うんうん、頑張るかって日にちを決めて2週間ぐらいかけて卒ミルクして、うん、って感じ。生まれてやっぱり半年ぐらいまではそのルーティーンなんて全然考えなくていいと思う。もう全然赤ちゃんも昼と夜の区別なんてできないし、はい、なんか大体子供のなんかイメージってなんか8時9時に寝させなきゃみたいなイメージが多分あるんだけど、全然もう4ヶ月ぐらいまで全然深夜0時ぐらいから寝るみたいな感じだったし、あ、そうなんだ、ルーティン作らなきゃみたいに全然思わなくていいと思う、うんうん、すごい、なんか今の私の生活と全然違いすぎて本当になんか、なんだろう、お昼に用事があったら1時間前に起きるみたいな、そう感じだったから、本当大丈夫かな子供生まれたらっていう、なんかそっちの不安もあるんですけど、でもなんか今妊娠中なのに、もうなんか今妊娠後期に入ってまとまって寝られなくなったりするんですよ。母親になる準備なんだって。ね、なんかそれも私もコメント、インスタのコメントで知って、寝つきがそうやっぱり悪くなって夜中、まあ、頻尿だったりもあって多分なんか起きちゃうと思うんですけど、はいはい、それもなんか母になるその睡眠サイクル、うん、夜間母乳授乳とかに向けての体の変化って私のメッセージもらって知って、うんうん、人間ってすごい、 いやすごいですよね、体人間ってすごい。生まれて最初の頃は もちろん昼夜逆転になっちゃうし、うん、何時にご飯、何時に昼寝とかのルーティンはもう特に意識せずに、息子さん、はい、女の子か娘さんに合ったペースをこっちがこう合わせていくって全然いいかなと思います、うんうん、なるほど。月齢が2ヶ月違いの娘がいます。いつも離乳食など参考にしています。これからも献立など楽しみにしています。ありがとうございます。うんうん、いや私もイーちゃんとこのラジオをやるってなって、イーちゃんの妊娠中ぐらいのインスタまで遡って見たんですよ、うん、いやそしたらね、なんかもう細すぎてどこが妊娠中か分かんなくて、ね、マタニティフォトの時はまだね多分7ヶ月ぐらいだったんだよね。ちょうどその旅行ついでに撮った写真だったからまだ全然そんなにお腹出てなくて、そう、なんか水着着てるやつ、うん、全然お腹出てないですよね。出産直前のパンパンのお腹の写真を記録に残せなくて、残し忘れ、なんかそこでこうお腹やりすぎた感が出ちゃって、だから、はいはい、残せばよかったって今更思うんだけど、いやーすごかった。だからどこで出産したか分かんなかったですもん一瞬いやーねー、はい、じゃあちょっといっぱいお便り来てるんですけど、とりあえずこの辺で、この後たくさんね、いろんな先輩ママからのね、こう質問というかアドバイスとかだったりあるので、
はい、紹介していきたいと思います。この番組では皆さんからのお便りを引き続き募集しております。菊地亜美孫維のマーマレイディオ公式ホームページより簡単にご応募いただけますので、ママのお悩みや豆知識、質問などお便りどんどんお待ちしております。メールアドレスは mama@lesprose.co.jp までお待ちしています。問題です。妊娠中ウーロン茶を飲んでもいい、丸か×か。これちょっとどっちだろう。三角×丸悩んでいましたがギリギリ正解です。正解は×です。はい、ウーロン茶に含まれているカフェインは血管を収縮する作用があり、胎盤への血管が収縮すると赤ちゃんに酸素が届きにくくなります。そのため1日に 800mg 以上の摂取をすると流産などのリスクが高まると言われています。だから絶対にダメってわけではないけど、まあ、カフェインは控えましょうということですね。菊地亜美孫維のマーマレイディオ。それではコーナーに参りましょう。教えて先輩ママさん。はい、こちらのコーナーはですね、世の中の先輩ママさんから今までの経験や知識を伺って勉強していこうというコーナーになります。今回はですね、初回放送ということで、まあ身近な私たちの所属事務所レプロエンターテインメントのママ社員の方々にお伺いしました。ありがとうございます。はい、まずは菊地さんをはじめとするこれからママになる皆さんへのアドバイスなどをいただいております。では早速ご紹介していきます。はい、まずはスタッフ T さんからいただきました。妊娠生活の終盤でぐっと太るので、はい、そうなると出産に危険も伴うので、うん、かっこれに関しては菊池は痛いほど先生に言われていると思う笑い、はい、言われてる。妊娠になると仕事もできないし、あまり活発な動きもできないから、今みたいにまだ動けるうちは動いておいた方がいい、うん、もちろん無理はダメだけど、うん、臨月は妊婦ヨガ1日に3回ぐらいやった方がいいと思う。PSI の子育て奮闘記を YouTube で見るの楽しみにしておりますとのことです。いやちょっとね、これは本当に私言いたいんですけど、うんうん、今妊娠8ヶ月で、これね本当にブログとかインスタとか、なんかメディアとかで本当言いたくなかったんですけど本当今すでに10キロぐらい太ってるんですよ。結構注意されてて、で最初はまあ1ヶ月1キロペースでいけてたんですけど、うんうん、6ヶ月入ってこの7ヶ月8ヶ月で1ヶ月3キロぐらい太って、いきなりね、重なるのもあるよね。いや、うん、そうなんです。全然運動してなくて、私のなんか想像してる妊婦生活だと5、6ヶ月の安定期入ったら毎日散歩して、なんかちょっとマタニティープールみたいなの行きたかったんですよ、うん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 、って思ってたのに、そうだよね、全然できずに。そうで、家でできることって正直あるじゃないですか、うん、妊婦ヨガとかって。で毎日私明日妊婦ヨガやろうって言ってるんですよ言そう言ってるだけで、全然もう運動してないから、たまに散歩するだけですぐ息切れしたりとか、もうこんな体力で妊娠っていうか出産できるのかなっていう感じなんですけど、どうでした？妊婦ヨガ1日3回はかなりストイックというか優秀ママだと思う。私も全然運動してなくて、体重の増減はあんまりなかった方だったんだけど、うん、またつわりで痩せてからのスタートっていうのもあった分、はいはい、でもやっぱりね、うん、最後の1週間39週から40週の最後の1週間が何にも変わらない生活、はい、むしろちょっと後期つわりでちょっと食欲ダウンしてたのにもかかわらず、なんかむくみなのか、うんうんうん、1週間で2キロ太って、
嘘、やばいやばい。私プラス 6キロだったのね、臨月まで。だからこのままいけるかなと思ったんだけど、はいはい、その1週間で2キロ太って結局プラス8キロで産んだんだけど、みんななんかそう、ちょっと待って、私息してるだけで太るよっていうのは、うん、あ、もうこの子だから、どうしよう。まあもう特にウォーキングを強化してたんだけど、やっぱりあの恥骨というか骨盤もすごい、あの下に赤ちゃんが下がってくると痛くて、もうガニ股でしか歩けないし、はいはい、多分あんまり運動できてなかった方なんだけど、すごい後悔した。やっぱり出産結構、うん、あの難産まではいかないけど、結構分娩時間すごい時間かかっちゃって、うん、でその陣痛耐えてる時にすごい自分をあのバカ野郎って思った。もっと運動しとけばよかったって思って、いやもう今この話聞いてもうすでに後悔してるんですけど、私ウォーキングだったりなんか階段の上り下りとかは、うん、あの体調が良かったらやっぱした方がいいみたい、うん、まあ、そうですよね。オンラインとかでできるならやっぱあの体重の増減はもちろんなんだけど、うん、出産が多分スムーズにやっぱり運動してた方が進むみたいで、うんうん、私はだからそこをちょっと反省したの、自分で。はい。もうどうしよう。なんかもう今本当に 9キロぐらい太ってて、あの12キロぐらいまでに収めよう頑張ってとか思ってたんですよ。でもみんな臨月で本当に多い人だと臨月で5キロ太ったとかいう人いるじゃないですか。だからもうそれだけで体重管理もすごくどうしようどうしようって思ってたのに、もう体力の面でも不安になってきた今。そうね、まあ、あんまり動きすぎてね、それで破水とかなっちゃっても怖いけど、うんうん、あのウォーキングとかは、まあ、今散歩とかだったらね、 ある程度多分ご近所だったらできるから、はい、ウォーキングしたり、ね、あと最後の1週間とかはあのやっぱスクワットだったりとか、うん、なんか階段の上り下りとか、うんうん、もうなんか雑巾がけとか、うん、すごいな遠場からやってるような運動とかは、うんうん、あの早く陣痛が来てほしくてやってはいたけど、私も結構ぐうたらに生活だったから、うん、それはなんかね、いやちょっと陣痛耐えてる時に、あ、これもっと運動してたら今頃生まれてるかなとかすごい後悔したかな。いや、そこは本当に頑張らなきゃですね。キープする意味もそうなんだけど、赤ちゃんがスムーズに降りてこれるように、うん、体力と、うん、そのなんか骨盤を柔らかくする運動とかはした方がやっぱりいいかもしれないですね。いや、もう今日からします、本当に、うん、今日から。これはすごくためになりました。プラス赤ちゃんのためと思って、うん、はいはい、じゃあ続いてのメッセージです、はい、T さんよりアドバイスいただいております、はい、ベビー下着そんなに数いらないし、はい、すぐ使わなくなる。買うものリストはメーカーの言いなりになっちゃダメ、いらないものたくさん買わされるからといったご意見ですね。え、そんなに買ってるんですか。一応そのベビー肌着みたいなのは買ったんですけど、もう本当に雑誌とかネットとか見て、夏生まれだったらやっぱり汗もすごくかくし、そもそも赤ちゃんってすごく着替えとかするからいっぱい買った方がいいよって言われて、もう本当に分かんなくて、なんか赤ちゃん の, あの下着とか肌着系って名前の呼び方いっぱいありません。そう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 。でどのぐらい買ったかな、単肌着は多分7、8枚ぐらい買って、でコンビ肌着も7、8枚ぐらい買って、であとはあの普通のお洋服なんかツーウェイオールとか買ったんですけど、私冬生まれだった、冬というか3月生まれでまだ寒かったから、割とあの、はい、重ね着できるように単肌着と、あとまあロングなんかこう全部手足も覆うようなロンパンスとかも買ったけど、うんうん、あのなんか毎日着替えるし、うん、毎日使うしと思って多く買っちゃう、私も買ってたけど
その結局洗濯物を絶対毎日回すから、はい、そう意外となんかそうですよね。だっても、うん、割と大丈夫だったかもしれない。特にうちは結構乾燥機使う派だったから、お天気は良くても、うんうん、その日に回したのがその日に、まあ、次の日にはもうできてるからそのまま洗濯機から取るみたいな感じで。ああ、え、そのベビー用品も乾燥機かけて OK ですか？うん、聞いたらやっぱり外に、まあ、天日干しもいいんだけど、うんうん、その分花粉ついたりとか、うんうん、汚れも確かに気になるんだったら別に全然乾燥機かけても、うん、OK って言われたかな。ただ最初の頃はやっぱ洗剤とか、10代は赤ちゃんと自分たちの分けて洗濯して、はい、乾燥機は全然 OK って、その計算部さんとかも同じ教室にいたんだけどみんな結構使ってるって言ってて、はい、割とね、洗濯物の量がやっぱりどうしても毎日毎日多いしけど、そんなにストックがって感じでもなかったかもしれない、うんうん、割と。そうなんだ。なんか洋服、うん、ベビー服ってすごく可愛いから買っちゃいがちじゃないですか。ちっちゃい感じ。そう、なんかこれ着させたいとかあったけど、それはもうすぐ大きくなるから、うん、本当に最小限にした方がいいよって言われてて、うんうん、ちょっとにしてたんですけど、手足がなんかこう、うん、長さが関係ない、なんかちょっとタンクトップっぽい感じだったりとか、なんか足もなんか、はいはい、ロンパースだけどおむつのところでこう、うんうん、おむつと同じような長さでその足が出るなんかパンツっぽいやつは割と、ね、はいはいはい、失礼でも切れたりしてるんだけど、でも手足を覆うようなロンパースだったりとか、うん、はい、長袖長ズボン系とかはやっぱりもうサイズアップするのはめちゃくちゃ早いから、うんうんうん、そうですよね。やっぱ生まれてみないと赤ちゃんのサイズ感とかわからないから、うんうんうん、ある程度生まれてから、うん、今オンラインとかでもすぐ結構届くし、生まれてから準備でも全然いいと思う、はい、結構やっぱ同じ月齢の赤ちゃんでも結構男の子女の子でそのムチムチ感が全然違う、うんうん、し体格も全然同じ性別でも例えば母乳育児とかで栄養が満点なこうもうムチムチしてる子もいれば、うんうん、キシャの子もいれば、うん、そのサイズ感もそう同じ、まあ、メーカーさんは例えば半年まで着れますよとか言ってる服も割とそう、うん、人によりますもんね、子供に着れなくなったりするから、そっか、もう生まれてから自分の子に合った体型とか見なきゃわからないよってことですよね。新生児の頃から使うから準備してるに越したことはないと思うんだけど、うんうん、まあ、季節感とかもあるから、うんうん、もう割となんかもう今持ってるものでストップして追加で揃えなくてもいいかもしれない、うんうん、そうですね。あれはどうですか、ベビー服じゃなくてこうなんて言うんだろう、いろいろあるじゃないですか、はいはい、バウンサーとか、うんうんうん、ハイローチェアとかそういうのでこれすっごい使えたなってものあります？私は、ね、バウンサーもめちゃくちゃ使っていたんだけど、一番あってよかったなって思ったのは、はい、なんかドッカドッカトットっていう、うん、はい、ベビーベッド、そうそう、あ、なんかベビーベッド、あ、はいはいはい、めちゃくちゃ使ってて、うん、どうしても、ハイカートというか、ずっと通年して何年も使えるものではないんだけど、まあ、生後 4,5 ヶ月ぐらいかなまでは使えるものなんだけど、うん、その、うんうん、例えばリビングにいたらそこのベビーベッドの上に赤ちゃんを乗せて、うん、見守れる位置でこうお昼寝させたりだったり、夜は一応ベビーベッドも乗ってたんだけど、うん、そのベビーベッドが新生児にとってはやっぱり硬いし、まだ重たいから、うんうん、大きいからドッカドットをベビーベッドの中にさらに置いて、うん、なんかベッドインベッドみたいな感じにして、ドッカドットってあれですよね、なんかベビーベッドになるけどクッションみたいなやつですよね、マットっぽい、ベッドインベッドできるっていう、うんうん、それに置いて寝かせたり、はいはい、まあ、それに置いて添い寝を一緒にしたりとか、あとはまあ
今の、うんうん、あの世の中の状態だとなかなか難しいと思うけど、私の時は例えばあの両親のお家に行く時とかにそれを持ってって、うん、はいはい、全然他人のお家でも それがあれば赤ちゃんがいつもと同じような環境で寝れたりだったりとか、そう、なんかまあ確かに便利ですね。にも割とその寝かせたりとかできて、でやっぱりなんかね、うんうん、構造が赤ちゃんが落ち着くなんか体勢になるなんかデザインらしくて、割と結構そこに置いておくとすやすや寝てくれてたから、そう、それは、ね、すごい検討してたんです。うん、なんかデザインとかすごい可愛いじゃないですか。引き戻したりとかもしちゃうから、まあ、カバーとかも2個ぐらいは、うんうん、あの買って、で、まあ、ブランケット敷いて上に寝かせたりとかもしてて、うんうん、まあ、どうしても寝返りとかいうと使えなくなっちゃうんだけど、生後4ヶ月ぐらいまではもう毎日、うんうん、毎日使ってた。でもその生後4ヶ月、うん、5ヶ月ぐらいまでしか使えないって言われても、そこが結構大変じゃないですか。 そこが楽になるって ちょっとでも楽になるってね、まあ、ソファーの上に直乗せするのはかなり抵抗があるから、うん、そのベビーベッドがあれば、うんうん、あの普通にリビングにいても赤ちゃんが隣ソファーの隣にいてもなんか寝てくれるし、割とそう使って、なるほど。かなり愛用してたけど、どっかと、ね、赤ちゃんが寝る場所はもうほとんどそこの上で、うんうん、なんかバウンサーあったらいらないかなって思ってたんですけど、うん、確かに移動とかしたりで寝かせるときにすごい使えたから、うんうん、あのなんならリビングでそこで寝ちゃったとしても、あのベビーベッドごと抱きかかえられるというか、うんうん、そう、移動もできて、そっか、割と使えてたかな。ちょっとあの、うんうんうん、欲しいものリストに入りました、ね、今赤ちゃん。まあでも予約なんか売り切れとかになってないんだったら、まあ、割と後から買うのでも、うんうん、まあ、あればありだとは思うんですけど、うんうん、うん、あ、すごいためになったこれは、うん、うん、ぜひぜひ、ちょっと見てみます。私も、はい、続いてはスタッフ W さんからいただきました。こちらは産後のお話とおすすめ情報もいただいております。はい、妊娠時も大変だったけど、うんうんうん、それより何よりも生まれてからが大変。産後数ヶ月は2時間以上まとめて寝ることができなかったです。赤ちゃんによると思うんですけど、大抵のママさんは寝れないのが辛いと思います、うん、朝夜関係なく 2,3 時間おきに授乳やミルクあげなきゃなので、アミちゃんは今のうちにたっぷり睡眠とっておいてくださいねとのことです。いや、そうですよね。今もこう、うんうん、ちょっと寝れないなとか思ってたけど、寝れなくてもまだ一人こうお世話することとかないじゃないですか、うんうんうん、だから全然こうなんて言うんだろう、うんうん、大丈夫だけど、もしこれがもう子供が生まれてたって考えたら、自分が寝たい時とかに寝れないから、うん、そうね、大変だなと思うんですけど、産後でいいとかそういうのは考えてるんですか？一応、うんうん、あの混合で、うんうん、行きたいなと思ってるんですけど、それももう夜パパにちょっと手伝ってもらうとか、うん、うんうんうん、でもおっぱい出るかわかんないですもんね。それもさっきその早教室行けなかったっていう流れで、うん、あのアドバイスしようと思ってたんだけど、あのね、乳首マッサージを、はい、もう割と今の多分妊娠8ヶ月とかだったらもう全然ガンガン始めていいと思う、はいはい、うん、あの音を、あ、そうなんだ、なんかその柔らかく皮膚がこうちょっと柔らかくなってる状態で、うん、あのおっぱい全体をマッサージすると、うん、あのダメらしいんだけど、あの乳輪から乳首にかけてを、うんうん、こう、なんていうのかな、つまむというか、うんうん、揉みほぐすみたいな感じにすると、はいはい、
多分割と早い人だったらもう 、うん、今もう白い母乳がピュって出るかもしれない。もうなんか今の段階だともう、うんうん、今ももう張ってて、うん、ちょっと触るだけで痛いって感じなんですよ。あの生まれると詰まっちゃうんだって母乳が、うん、詰まってあの乳酸やだ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 が出やすいから、もう今のうちからその乳首全体を揉みほぐして柔らかい状態にしてあげて、うん、でなんかもしかしたらその乳首の先端にちょっとなんか蓋みたい な、うん、なんか皮の蓋みたいなのがあるかもしれないから、それをちょっとこう剥ぎ取る感じというか、はいはい、ずっとおっぱいがあの状態みたいで、だからそのね、あのか、まあ、感冒だったり、だったり母乳をあげるつもりだったら、ちょっとその乳首マッサージをもうあんまりやりすぎるとなんかお腹が張り出しになったりとかして、うんうん、その張り止め飲んでるママさんとかには、うんうん、あのあんまりおすすめできないらしいんだけど、そういう体調とかが問題なければ、うんうん、もう乳首マッサージをして、で、あと私も混合だったんだけど、その最初にやってたことは、はいはい、あの哺乳瓶を拒否されると困るなと思って、はい、そうだからあの、うん、なんか聞きますよね。1ヶ月は看護でやってたんだけど、その看護の時も搾乳したおっぱいを、はい、あの哺乳瓶に移し替えて、はい、その哺乳瓶からちょっと母乳を飲んでもらう練習とかをこうして、ミルクになった時に拒否されないようにそうしてたかな。うん、あ、なるほど。なんか、うん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 、なんで搾乳器って使うんだろうと思ってたんですよ。あの、うんうん、すごいずっと看護でやるんだったら、うんうんうん、こう溜めとくのはわかるけど、混合の時って搾乳器とか、うん、まあ、搾乳っていうの使うのかなと思ってたんですけど、うん、あとはやっぱりあの、あ、仕事とかで、そうなんだ、私の時とかもあの撮影とかする時に、まあ、まだおっぱいあげてて、うん、めちゃくちゃこうカチカチになっちゃって、うんうん、痛い時とかはあのお子さんに飲ませてあげれなくてもったいないけど、うん、そのなんかメイクチェンジしながらあの搾乳器でおっぱい絞って、うんうん、落ち着かせたりとか、そうだからやっぱ寝れないのは辛いけど、まあ、自分の生活スタイルだったり、うん、まあ、お仕事との兼ね合いを、まあ、ちょっと自分たちのペースをつかみながら、まあ、パパさんにもいい意味で任せて、うんうん、あとはね、私はもう昼とか、うん、生後やっぱ新生児1ヶ月の時とか2、3時間授乳が続いた時は、はい、もう昼赤ちゃんが寝たら私ももうそこで一緒に寝ちゃうとかして、はい、もう家事とか水とか、うん、まあ、もうコンビニ行ってみたいな感じで、うん、旦那さんに、あ、あの文句言われないようにしてたというか、もう今日はやりませんと全然いいと思う、それで。いやでもイーちゃんにすごいいろいろ教えてもらって、うん、よかった。なんか家でできることもたくさんあるのに全然やってなかったから、うんうん、ちょっと今日からやってみたいと思います。はい、ぜひぜひ。あと、はい、おすすめ情報もいくつかいただいてます。はい、入室検索アプリママパパマップっていうのがおすすめみたいですね。あとは寝かしつけに困ってる人には、魔法の時間割っていう本がおすすめみたいなので、ぜひ調べてみてください。なんかアプリもねたくさんあるから、うんうんうん、本当に使ってよかったよって人の声って結構重要ですよ ね、助かりますね。うん、はい、じゃあどんどんいきますね。はい、続いてはスタッフ N さんからです。N さんは上の子さんがもう12歳というベテランママですね。はい、ありがとうございます。新生児の子育て方法は人に頼る、お母さんになったからと張り切りすぎない、生命は地球の子です、自分一人で何とかしようとしないで、うん、パパや親、友達、誰でもいいので頼ってくださいとのことです。なるほど、うん、これはもう私も最初1ヶ月はお母さんに来てもらおうかなと思ってるんですけど、うんうん、なんか1ヶ月も来なくていいよってすごい言ってたんですよ、うんうん大丈夫大丈夫って、うんうん、あの1ヶ月来たら1ヶ月後に私と旦那さん2人でやる方が大変なのかなと思っちゃったんですけど、最初どうでした？私も最初親が、私の親があの中国に住んでるから、
そうですよね。頼りにはしてなかったんだけど、うんうん、生まれたよっていう報告をしたら、あ、じゃあ1週間後行くね、うん、みたいな感じで、はいはいはい、っていう。で、2週間、うんうん、10日ぐらいかな、私の家で母だけ来てくれたんだけど、それでもうやっぱり全然違う、うん、お母さん、頼れる人がいるといないとで、そっか、全然違うから、やっぱりあのアミちゃんのママさんがお手伝い来てくれるなら、うん、もう、うんうん、思いっきり甘えていいと思います。赤ちゃんのお世話自体はどうしてもママ本人ができることばかりになっちゃうんだけど、うん、その母乳だったりとか、はい、抱っこだったりとかなんだけど、やっぱ家事とか、うん、あと自分の食べる食事の世話を誰かに食べるっていうのはかなり助かりました、ね、私も。そこは心配しなくていいっていうのはやっぱり心に余裕もできるし、うん、自分の睡眠時間の確保もできるから、うんうん、やっぱりそういう頼れる人がいる環境はもう思いっきりもう甘えちゃって、甘えちゃってください、うんうん、はい、なんかやらなきゃやらなきゃって思うよりも、うんうん、こうなんかハッピーに気楽に頑張ろうぐらいの方がいいですね、うん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 、はい、じゃあ続いてはね、はい、メッセージをアミちゃんに、スタッフ O さんからいただいています。アミ、はい、おめでとう。頑張り屋さんだと思うので、全部一人でやろうとせず、旦那さんにいっぱい甘えて手伝ってもらって、楽できるところは楽してください、うん、出産頑張ってね、うん、とのことです。ありがとうございます。いや本当にみんなでも同じような気持ちなんですね、うんうん、周りの人と一緒にこう子育てを頑張ってね、うん、みたいな先輩ママさんが多いから、うんうん、ちょっとこう大丈夫かな、本当にママになれるのかな、うん、みたいな不安もあったんですけど、うんうん、ちょっとこう楽になりますよね、うん、こういうの聞いたら。一人の命を育てることはもう大変なことは当たり前だから、うん、そこをやっぱ一人で全部抱え込まずに、うん、まあ、愚痴だったり何でも、もう当たられる人にはもうとことん当たっちゃって発信できれば、うん、はい、うん、作ることは本当に大事だなって思います、うんうん、ちょっと皆さんのこの言葉を励みにちょっと頑張ります、うん、はい、はい、それではですね、イーちゃん、はい、小さいお子さんのいるイーちゃんや、まあ、リスナーの皆さんへのアドバイスもいただいております、はい、スタッフ Y さんからいただきました、我が家の長男は1歳4ヶ月から保育園に通い始めました、うん、そして保育園に通い始めあるあるなんですが、ロタ、ノロ、肺炎と連続でかかり、ノロと肺炎の際には入院し、思い返せば怒涛の1歳でした。それでも2歳になってからは体が丈夫になり風邪もひかなくなりました。いざという時のために小児科のリサーチ必須です。うんうん、確かに。どうですか？私のところは、うん、保育園に入園っていうよりかは、うんうん、お仕事の時だけ、うん、一時保育っていう形で通わせてるんですけど、うんうんうん、やっぱりね、このそういうところに通うと病気をもらってくるっていうのはもうあるあるらしくて、うん、そうなんだ。男の子の方が体が弱いっていうのは聞いてはいたんだけど、そういうところはまだそういうもらってくるっていうよりかは、0歳児の時にやっぱちょっと突発っぽい感じの発熱が何回かあって、うんうん、まあ、幸いにも本当次の日には良くなるっていう感じだったんだけど、この小児科のリサーチっていうのは本当に大事だなって感じて、その発熱した時にもちろん近く の, 病小児科の内科を、まあ、頭には入れていたんだけど、うんうん、平日だったんですけど、はい、その行く時にその病院がお休みだったの。なんか定休日。で、なぜかうちの周りの、うんうん、その、ある小児科、全部、なんか水曜だか木曜だかが、もう全部周りが定休日で、はいはいはい。何するのと思って、うん、ちょっと遠いエリアのところも探したら、うん、唯一そのかぶってないお休みのところを探せて連れて行けたんだけど、なんかそういう、営業してるしてないとか、土日、確実にやってるやってないも含め、うんうん、なんかその一つに絞らずに、うん、いろんな病院をなんかこう頭に入れていくのもすごい大事だなって感じました。と結構やっぱ行くんですね、病院って。なんかワクチンとかは多分産む産院とかで、うんうん、まあ、引き続き予約とかしてできるんですけど、そうやっぱ突然の病気に関して、はいはい、まあ、特にあと日曜日に体調崩しちゃったとか
あと、うんうんうん、まあ、救急行くほどでもないけど、ちょっと心配のこととか、まあ、やっぱりあるから、その営業してる曜日等を含め、うんうん、ある程度その何個かピックアップしていくことは、やっぱりその時になるとやっぱテンパっちゃうから、事前のリサーチはやっぱり重要かなって思いますね。なるほど、うん、これはじゃあプレママさんへのアドバイスでもありますね。プレママさんにも今のママさんにも、うん、みんなが多分一度はやっぱり経験しちゃうことだから、うん、はい、はい、ということで以上教えて先輩ママさんのコーナーでした。菊地亜美3位のママレイディオ、続いてのコーナーはママ友受験簿。はい、次のコーナーはですね、ママ友間で実際にあった面白エピソードもしくは恐怖体験など、ママ友間でいろんなね情報というか事情がありそうだなというイメージがあるのですが、うん、まあ、実際は皆さんどうなのか聞いていきたいと思います、はい、ちなみに、うん、いーちゃんはママ友ってどうですか？ママ友ね、あの、もともと知り合いの人で、うん、あの同期の、うんうん、あの子供生まれたとかの、その、あのつながりはあるんだけど、あの子供だけで知り合ったママさん、うん、例えば保育園とかが、はいはい、まだなくて、まあ、まだ小さいですしね。ってなると、うんうん、毎日通わせてるわけじゃないから、うん、やっぱり交流できる場もなかなかなくて、うん、一応3人で、うんうん、あの同じ時期に生まれて同じ時期にその入院してた同じ病院のママさんとは、あの、うん、LINE 交換とかしてグループ、まあ、その時作ってたんだけど、でもそういう交流あったんですね。あの同じレストランで、あの病院内のレスト、うん、食堂みたいなレストランで一緒にそのご飯を食べて交流するっていう感じだったから、その時いろいろ話したりして、うん、まあ、あの LINE 交換して、うん、一応お友達になったんだけど、どうしてもその里帰り出産だったりとか、うん、まあ、実はその近くに住んでないとかのママさんとかも結構来て、まあもうご無沙汰はなしっていう、うん、そうですよね。ちょっとなんかママ友って聞いたら、私もあのドラマとかで結構なんかバチバチじゃないけど、あと、そうそうそう、あと同じ幼稚園に入れてて同じマンション内でなんかちょっと、あらこんにちはみたいな、ボスママがいてとかね、そうそうそう、あるので、まあ実際にちょっとね、あのスタッフ O さんからいただきました。保育園のママ友は皆さんいい人たちで、トラブルなく仲良くさせてもらってます。小規模保育なので、人数が少ないっていうのもあるけど、旦那交えてみんなで交流したりしてます。保育園の先生もとてもいい先生で、親の私も保育園に行くのが楽しいです。すごい環境、すごいですね。旦那さん交えてもう家族ぐるみで仲いいってすごい力強いですね。なんか小学校とかだったら6年間とか一緒じゃないですか、うんうん、だからこう親同士も顔見知りとか、うんうんうん、なんか参観日とかであると思うんですけど、うんうん、保育園って、そうね、いいな、羨ましい、ね、保育園とか私全然まだそういう情報ないんですけど、うん、なんかどういう行事があるんですか、親を踏まえて。私が行ってるとこもやっぱりなんかちょっと発表会的なお遊戯会だったり、うんうん、例えば夏場になんかちょっと保育園の敷地内で、うんうん、なんかちょっとしたお祭り、うんうん、なんか縁日みたいなのをなんかあの、はい、保育士さんとかがなんか例えば輪投げとか、なんかあのヨーヨー、水ヨーヨー持ってたりとかっていうのがあるらしいんだけど、うんうんうん、私もやっぱ一時保育だから、うん、そこになんかこう参加する感じでもなく、なんか入園式とかがあった感じでもなく、うんうん、お迎えの時とかになんか顔を合わせて、もうやっぱりでも挨拶する程度、なんかあのこんにちはとか、あなたなんちゃら、そうですよね、なんですねみたいな、なんかみんなやっぱ探り探りな感じがすごいあるから、うんうん、まだ、うん、なんかいーちゃんって、まあ、主にモデルの仕事じゃないですか、はい、でそのモデル友達じゃない友達って結構いますか、うん、同じママで。あの地元の友達以外ではもうほとんどいないというか、うんうん、まずモデルをしてるってことも、うんうん、その園の人たちにも言ってないし、
あ、そうなんだ。自営業で通してるから。そっか。いてるのか気づかれてないのかも。気づいてはいるでしょうね。わからないし、そこがちょっとね、なんかあのそういう仕事してますって言ってもなんか気まずい時もあるし。でもなんか気づいてるんじゃないですか。なんかあの看護師さんっていうかその病院さんも言ってなかったんだけど、うん、やっぱりそこはちょっと看護師さんとかに気づいてもらえたりとかがあったんだけど、うんうんうん、でもあのそこでお友達になったママさんとかも、まあ、一人なんかあの雑誌見てたらなんか水野さんがいてみたいな感じで。ちょっと待って、イーちゃん水野さんって言うんですか。そういうので、あーなんか恐縮ですみたいにはなったけど、うんうん、やっぱりこういう本当にと子供だけのつながりでできた交流がまだなくて、公演デビューとかもそんな大した交流じゃないから、はいはい、なんかボスママがそんな毎回会う人とかボスママが陣取っててみたいな感じもないし、うんうんうん、ちょっと これはね、私も今後やっぱりこういう先輩ママさんからどんどんこういうメッセージだったりアドバイスをもらって、うん、ちょっといろいろ参考にしたいです、うんうん、だからこういうね、そうですよね、仲いいメッセージっていうのは本当羨ましいですね。ね、で、うんうん、もう一つあるんですけど、こちらもなんかすごくいいことを書いてて、スタッフ N さんからいただきました。もともと私自身が人とつるまない人間ですが、ネットや雑誌の情報でママ友に救われた遠くの親より近くのママ友みたいな記事を見て、これはママ友を作らないとと思いました、うんうん、保育園に子供を預けるようになってから積極的に自分から価値観が合いそうなママに話しかけてました、うん、特に区の保育園でいろんな方がいらっしゃるので自分と合いそうな方を見極めて選んで付き合ってました、うん、結局保育園からのママ友は今でも食事をしたり、うん、キャンプに行ったり交流があります、うん、感謝の気持ちを持ってお付き合いしてくれてます、すごい。すごい。だってスタッフ N さんはもう12歳のお子さん、うん、ね、いらっしゃるから。すごいですね。確かにいろんな育児方針とかあるから、うんうん、ちょっとなんかその育児方針だったり価値観を聞き出すまでにもやっぱりコミュニケーションを作らないといけないから。うんうん、そうですよ ね、 ね、自分の殻を破って努力することが大事なので、うんうん、私もね結構あんまりこう、ま、今いる友達とはすごいあのさらけ出すけど、うん、やっぱそういう水野さんで通してる時も、うんうん、水野さん、ね、水野さんちょっと一番面白いです。今回あんまりこう自分からねこう下手なことを言ってなんか気に触られるよりかは当たり障りない感じでやってたんだけど、うんうん、でも水野さん感あんまないですもんね。なんかエリザベスって感じですもん。水野さんです、まあね、水野さんみたいな。そう、じゃあ水野さんの時はちょっとやっぱ自分からこう見極めた方がいいよってことなんですかね。見極める能力をね養わないと。ね、私もやっぱりあの、うん、同じでずっと仲いい友達とかはもうあの、うん、あれなんですけど。こう新しい友達とかってもうずっといないから、ね、なんかしかも子供からのじゃないですか、うんうんうん、なんかどうなるんだろうって感じですよね。もうちょっと子供が私の子も例えば 2,3 歳とかなったらなんかまあ子供同士がこう遊、うんうん、多分自然になんか知らない子でも多分遊ぶはじ、はじ、遊び始めるようになったらなんかどうもこんにちはみたいな感じでコミュニケーション取れるかもしれないけど、うんうんうん、今はやっぱり一人遊びだったりなんか一人の世界な感じも多いから、うん、子供がそれでこう、うん、ママさんたちに見かけてもまあちょっと会釈するぐらいで終わっちゃう感じで、うんうん、子供同士が絡んでくれるようになったら、ね、ちょっと行きやすいのかなっていう感じはあるけど、やっぱり価値観とかね、うん、合わないが重要っていうことですね。これそうですね、うん、自分でちょっとあの殻を割ろうみたいな感じですね。関係がいいママ友のメッセージだったからちょっとまあつまらないそうですね。ちょっとねもうちょっとなんかあのボスママいますよっていうか、うん、むしろ私ボスママですよみたいな、うん、のとかもあのこれからねいろいろあったらマウンティングされたとかね、
うんうん、身なりがどうちゃらとか、なんかエレベーターの階がとか、うん、いやそれ聞きますよね。なんかあの最近私、うんうん、あの家をちょっと引っ越そうかなと思ってて、うんうん、こう見に行ったんですよ。それこそあの小児科とか、なんかあのスーパー24時間だったりとか、近くの方がいいかなと思って、うんうん、今後的に。そしたらそのマンションが結構大型で、うんうん、もうほぼほぼファミリーの人だったんですよ、はいはいはい、であのもう近くに保育園があるから多分みんなそこ行ってて、うんうん、こう私がこう物件の内見行った時に、旦那さんと2人で行ったんですけど、うんうん、内見行った時にもうみんなママ友同士、なんか子供、ちっちゃい子供連れて、うん、あ何々さんおはようとか、あ今日何時からなんだみたいな感じで喋ってて、うんうん、あもしここに住んだらこの輪の中に私入るんだと思って、うん、あんちゃんだったらなんかあの人のそういうあの心のところにスーって入っていく能力が高いと思うから、すぐ馴染めそう。いやでもなんだろう、あの普通に多分普通に喋ったりするのはいいんですけど、うん、ずっと一緒に会うわけじゃないですか、うん、同じ。そうやってなるとちょっとなんか ね、心構えが必要ですよね。仕事柄 ね、ちょっとなこっちが何の悪気もなくても勝手になんか、まあ、自慢されたとか思われてもね。そうそうそう、なんかねそうやって思われたらショックですよね。ちょっとこれに関してはもっとメッセージでね、うん、そうですね。はい、皆さんもうどしどし送ってください。はい、ということで以上ママ友受験簿のコーナーでした、うん、ということでもうエンディングなんですけど、はい、早い早 いどうでした か、 なんか自分の、まあ、今のあの、うんうん、エピソードがこうやってアミちゃんとかに参考になってもらえたって言ってもらえるのってすごいなんか気持ちいい、うん。いやすごい楽しかった。なんかあの妊婦生活のこともなんか久々に思い出したりして、うん、ちょっと懐かしい気持ちにもなって、うんうん、あとは今この状況の特有なやっぱ不安とか悩みとかが、うん、ね、今の妊婦さんたちあるから、うん、そのね、いやそうですね、気持ちを共有できる場があるのはすごいいい、うん、場所ができたなってなんか自画自賛で思ってます。うん、いやなんかこの話はもう尽きなさそうですね。いろいろあると思うので、うん、まあ、私もアミちゃんもリスナーさんも出てくると思うから、うん、ぜひいっぱいまたメッセージ、ちょっとドロドロしたやつもお待ちしております。そうですね、聞きたいですね。え、ちなみに、うん、イーちゃんの息子さん今どうしてるんですか？今日はやっぱちょっと音が入っちゃうとあれだから一時保育で、うんうん、そう、旦那さん家にいるんだけど、あのやっぱ仕事旦那さんもしてるから、うんうん、見てられるんね、うん、いい子に行ってるんですね。じゃあまだ雨降ってないから公園で遊んでるんじゃないかと、うんうん、そっか、はい、じゃあ、はい、ということで、あ、なんか告知などあれば。そうですね、私ちゃんから、うん、まだそんなに発表できてないんですけど、実は今あのマザーズバッグをプロデュースというか、うんうん、今作ってて、で、まあ、今リモートとかでちょっと進めてるんですけど、でまあ、早ければまあ夏の終わり、うんうん、8月末とかまあ9月とか秋になるまでにはちょっとお知らせできるかなって思いますので、うんうん、あの今ねママさんだったりプレママさんでちょっとマザーズバッグ検討してるって方はどうぞちょっとあの購入を待っていただき、うん、はい、ちょっと検討してるんで、あの楽しみに待ってます。ぜひあの発売まで少々お待ちいただけたらと思ってます、うん、はい、楽しみ。一番使い勝手分かってますもんね。今ね、それでもこうおしゃれでシンプルでっていうのをちょっと目標に作ってるんで、うんうん、もしあみちゃんも気に入ってもらえたら嬉しいです、うん、はい、楽しみにしてます。はい、じゃあ私からはあの私 YouTube を今やってて、うんうんうん、アミチャンネルっていうんですけど、そこで、まあ、ほとんどあの外にちょっと今出れなかったので、うんうん、家からの紹介になってるんですけど、この妊娠生活のことだったりとかをあの、はい、アップしてますので、よかったら皆さんチャンネル登録お願いします。はい、この番組では皆さんからのお便りをどんどん募集しております。菊池亜美ソンイのマーマレイディオ公式ホームページより簡単にご応募いただけますので、ママのお悩みや豆知識、質問、あとはもうドロドロした受験簿などなど、たくさんお便りお待ちしております。メールアドレスは mama@lesprose.co.jp
ママアットレプロズドットコムですね。はい、こちらにぜひお願いいたします。はい。いや、もうちょっとあっという間の時間だったんですけど、うんうん、また来週もこの水曜日の11時にいろんなお話をしていきたいと思いますので、はい、皆さんどしどしメール待っております。はい、ということで次回もぜひ聞いてください。次回またお会いしましょう。以上、菊池亜美、ソイのマーマレディオでした。バイバーイ。バイバーイ。